はい、皆さんこんにちは、ホークです。今回は購入してきたものの、商品の紹介という感じになります。購入したものがですね、もう箱を開けちゃったんですけれども、説明書から説明していきます。説明書、こちらですね。購入したものが三菱製の、ワイド液晶ディスプレイ 21.5 インチモデルの黒モデルですね。こちら購入してきました。こちらが、まあ、セットアップガイドということで説明書ですね。はい、で、付属品が、まずこちらが電源ケーブルですね。こちら AC あの電源が内蔵タイプなので、このケーブルのみのタイプです。これで映像のケーブルが、こちらが、DVI ですね、おなじみの。はい、で、こちらもおなじみの D サブのケーブルと。で、こちらスピーカー内蔵タイプなので、こういうオーディオケーブル、3.5 のオーディオケーブルですね。こちらもついてきました。それで本体が、こちらになります。まあ、厚み的には飯山さんところのモニターと同じぐらいですね。こちら、ノングレアタイプのモニターです。全体映らないですけど。あとは裏側がですね、マウントの穴がついてます。で、端子の部分が、ここが電源、こっちが、イヤホンですね。こちらが、オーディオのつなぐところと HDMI、DVI、D サブと。ということで、スピーカーがですね、おそらくこれかな、この2つかなって思うんですけど、定かではないですね。それで自分、購入した時にですね、隣にエイサーのモニター、そちら23インチだったんですが、同じ値段で売ってたんですけれども、そちらのエイサーがですね、このマウントの穴ついてないんですよ。それと、あと HDMI の端子もない。それで、あと、スピーカーもついてない。というので、まあ、インチが23インチですけど、まあ、自分の環境では、この、まあ、最低、このマウントはないと、取り付ける場所がないと、もう、セットするのが難しいんで、まあ、こちらの三菱さんのものを、まあ、購入したっていう感じですね。まあ、インチはちょっと、1ランク下がりますけど、まあ、スピーカーもついてて、HDMI もあってて、このマウントもあるんだったら、こっちの方がいいかな、という感じで、こっちを購入しました。はい、ですね。モニターは、まあ、こんな感じです。それで、このモニターですね、つなぐ機器が、ちょっとカメラ移動します。まあですね、こちらなんですね。前の動画で紹介したアクリルベンチのサブ機、こちらをつなげて、まあ、使っていこうという感じにしてます。それでですね、こちらのアクリルベンチのちょっと補足、その後の経過があるんですけれども、また、カメラ移動しますけれども、こちらで、見ていきますね。前、何ですか、エクインですか、エクインのスコアでメモリが 5.5 まで、SLI にすると下がっちゃったっていう説明したんですが、その後ですね、BIOS の設定をちょっと見直しまして、規定の値に戻してみたら、スコアが戻りました。その戻ったスコアがですね、ください。このぐらいかな。こちらになりますね。こちらの左側の、こ
ちらが 7.7 まで戻りました。これ前あの 5.5 だったんですけれども、前シングル GPU の時に 7.8 だったような、ちょっと記憶あるんですけれども、まあ SLI にしたということで、まあ 0.1 下がったのかもしれないです。まあそれでですね、前のあのハードウェア予約分済みに前は 1.1GB もう占領されちゃったんですが、今回はですねこのハードウェア予約済みは800メガいかないぐらいまで下がりました。それでこのスコアの方も 7.7 まで戻ったっていう感じですね。まあこれスコア戻ったところで、まあ自分体感的にはわからないんですけれども、まあ他のプロセッサーですとか、あのゲーム用のグラフィックですとか関係とかですね、あとはハードディスクの数値とか、これ変わるともうすぐわかるんですけれども、このメモリだけはなかなか実感できないもんで、まあ変わってもあんまりどこが変わったのかなっていう感じにしか思えないんですが、まあ数値がまあ高くなるに越したことはないんで、まあこれはこれで良かったかなという感じです。それでこちらの右の方がですね、このベンチを組んだの代わりの前のノートのベンチじゃないや、エクインなんですけれども、こちらがですね、プロセッサが 5.4 から6.4、メモリが 5.4 から7.7、まあゲーム用のこのグラフィックスはまあノートなんで、まあ比較してもしょうがないんですけども、まあ 3.3 からまあ両方 7.8 まで上がったと。でハードディスクはまあ同じ、どちらもハードディスクなので 5.9 ということで、まあ代わりとしてはもう十二分すぎるぐらいのアップになりましたね。という感じで、雑談になるんですが、このベンチのあのサブ機はメモリが 7.7 まで、BIOS の設定を見直したら戻ったという感じですね。またカメラ、そうすればこのモニターを使ってですね、こちらですね、映ってない。こちらを設置して、使っていきたいと思います。あ、値段はこちら、16,800円でしたね、はい。まあそんなに安くはないと思うんですけれども、まあドット抜けの保証もついてるんで、まあ通販で買うよりはちょっと安全かなという感じです。まあそれでこのモニターが使ってみて良さそうならまた、まあ買っていこうかなと、まあ個人的には思ってますね。はい、というわけで今回は、こちらの、三菱製の、21.5 インチの、液晶ワイドモニターの開封と紹介動画でした。ご視聴ありがとうございます。以上です。